フーチャンプルを作る際、まずは麩を戻してしっかり絞って卵をたくさん吸えるようにしてくださいとお尋ねを受けた時には必ずお答えしているフレーズです。しっかり絞らないことは過去にやったことありますが、戻さず使ったことがなかったのでどうなるだろうかなと思ってやってみました。時間はかかるし、卵の吸い込みまばら、出来上がりも味もいまいち。横着せず、フーチャンプルーの際はしっかり戻して使いましょう。